二条城、二条城、二条城。暑いわー。今日はね、おそらく38度ぐらいというウインカーも消し忘れるわ、そら。こんにちは、また外人です。今日は今日もみんなとバイクでねツーリングしたいと思います。そんなわけでね、ローマンのモノマネから始まりましたが、毎度おおきにロビンです。いやー暑い。もう最初の話題がもう暑いしかないけど、暑い。ここから本題です。本日はですね、ETC を付けに、二輪館に向かってます。ほとんどの方がもうつけてると思うんですけど、 ETC の助成金あるじゃないですか。この間調べてたらもう全国に切り替わってて、その期限がですね6月末までやったんですね。今日がね29日、ということで慌てて行くことになりました。ちょっとあれやな、マジで喋れへんようになってるわ。熱っ。ちょっとこの直線で冷えてほしい。そんなわけでね、まあ、ETC つけに行くんですが、まあ、つくかつかへんかもわからないんですけど、で女性も終わってるかどうかも実際問題わかんないんですが、何万台限定みたいなね、一応台数限定されてて、まあ大丈夫と思うんですけど、二輪館に在庫がないとかね、そういう場合はちょっとつけられない可能性があると。ETC っていうことでね、 ETC で575何個読めるかやっていきたいと思います。まあじゃあね、しのごの言わずにもやっていきたいと思います。やっていきたいと思います。なんやろね、もう A からしか始まれないですよね。 A か E ですよね。 ETCETC ごめんなさい、ごめんなさい。ええ加減取り付けしろよ、ちゃんとしたやつでも1個ですからね、もう1個ですから。これが炎天下、特に暑さに注意せよ。どうすか。サクサク行こう。ええ感じ出てこへん。言うてる間につくな、これそんな遠ないんすよ、二輪館って。ええんちゃう、とっととやったら超いいやん
怖なってきた。この動画怖なってきた俺。いい具合ちょっとええー、とこ調子悪いえらいこと突発的にマジか俺これどうしよう、あげんとこかな、もう黒歴史も甚だしいやん。炎上が突如始まる、ちょっと怖い。どう、もう怖なってきたマジで、怖なってきたっていうかもう完全に事故やんこれ。なんでこんなこと言い出したんやろ。エンジンよたけれたけれ超灼熱。あ、もうついちゃったえらい感じで突然についちゃったやばい、なんやこの動画マジで。果たして ETC、まあ、在庫があって取り付けすぐできるのかっていうところですね。なのでね、ETC つけられたらいいな、つけられたら超いいな。まだやってんのかな、バイク保険購入。ちなみに熱っ、よいしょ、あれかな、二輪 ETC 6月30日まで1万円助成でお値引き、先着全国先着24万台。これで俺これに含まれへんかったらもう終わりや、うん、なさすぎるや。そんなわけで行ってきます。 What?